まだパラディンの方が強えかな。最近シャーマンばっかな。望みを探せ。新カードね。アージェントの護衛か、ヘンクリーパンか。禁じられし癒しか。ジニーちゃん、ゴーマナ46か、悪くないんだよね。これ多分比較できないな。まあ武器かな。あーこれ強えんだけどな。2マナがまた少ねえんだよな。レイニャン234。タートルパワーは強いよな。おはようございます。今日もやってます。ちょっとね、今日は久しぶりにね、ちょっとね、パラディンを、最近どうもパラディン新しいカードが入ってから、なんかどうもあんまりパッとしねえなっていう イメージだったんだけど ちょっと今日はね、やっていこうと思ってます。ただ残念ながらこれあれだな、カードのドローがねえな。いいカードはね、結構今のところ残り3枚にしていいカードが揃ってるんだけど、ドローがないね。これもしマナカーブ通りに来なかったり、ミニミニミニオンが大量に来ちゃうと、これは死亡するね、おそらく。これ2枚入れるか。最近でもアーリーゲームで負けてるんだよな。でもこれエンドゲームがこれ強いかっつったら強くねえんだよな。まあでもこれ入れるか。タートルパワーは結構強えんだよな。ゴーマナ55は悪くないんだけど、そっか、アベンジが使えるだろう。ローセブ、おシルファナスじゃねえかよ。バナスが来たか。これは強いな、シルバナスが来るのは。でもマナカーブがな、軽すぎたな、今度は。いや、でもこの最近どうも、デッキ重くしすぎて負けてっから、ちょっと今回軽めを意識したんだけど、軽すぎるかな。ちょっと見てみよう。肌打ち2枚。まあ、これはいいでしょ。謙遜はどっかで使う。身代わりはこれやむを得ず取った。あと、新たなカードよね。献身の英雄。聖なる盾を付与。これがどうかな。2-1で聖なる盾付与。デスラトル。防御変異体、まあ、OK でしょ。シールドミニロボは強い。トログは OK。マジューザオトロンも OK。メガワーパーは、まあ、多分メックシナジーが多分あるんじゃないかな。で、意外と、
なんだろう、ディバインシールド多いからこれは刺さる。兵器召集は一番強い、世界で一番強い。でアージェント騎兵も強い。野立つ触手24、3マナ24のトーントも強い。借り入れゴーレムは最強。訓練士がちょっとね、まあこれと兵器召集刺さればいいけど、多分微妙って、インチキソードもあると、性別もある。でトーントももう一発で、ウルダマンがある。先人もいる。でマーロックもいる。まあ、野獣マちゃんはちょっとどうかわかんない。で、もう天下のシュレッダーもいて、単眼のこいつもどうかわかんないな。ジニーちゃんもわかんねえわ。俺、バフカード持ってないんだよね。持ってないな。ああ、じゃああんまり意味ねえんだな。結局取れなかったんだ。で、シルバナスは最強。ペンクリーパー最強。クラーケン最強。まあ、どうだろう。いいカードはまあまあそれなりに揃ってるけど、でもカードのドローが何にもないんだよね。ドローソースゼロっていうのはあまりに痛すぎる。多分ダメだろうな。このデッキがダメな理由、ドローができない。ウーサル VS ウーサル。我冥王を捨て戦う。我光を導かん。まあアベンジャー取っとくか。多分序盤2枚来るかね、普通。頼むぜ。2枚来るかな。怖いものだとない、ネズミ以外は。あからさまなアベンジ。あからさまなあだ討ち。Oh my fucking masterful battle。 このゲームは悪いけど勝ったな。マスフォバがここで来ちゃダメよ。それはなんかあれをプレイしてるみたい。あのシークレットパラディンをプレイしてるような、なんかそんなイメージだな。ロボか。ここインチキソードに持ち替えて倒すっていうのは一つ手だよね。インチキソードに持ち替えてもう一発デッサが出てきて負けるよ、なんかいる。それはまあいいんじゃない、納得の負けじゃない。もうもはやデッサが来て負けるんだったら、まあいいかってなるよ。これはインチキソードに変えるか。でもデッサンは多分出てくるまでに、多分10マナ行くまでにこいつ死んじゃうんじゃないかな。
と爆発する頃でしょ。ここでシルバナス出てきたら多分俺たち爆発するぞ。なんかシークレットを貼られてるしさ。泣くよね。でもかといって俺もそこまで余裕じゃないよね。こうフィニッシャーがないからさ。真実こそ我に立て。そうそう、こういうのが来ると結構さ、って感じだよね。武器で殴って、でもシルバナスにダメージ通しちゃうのはあれか、どうだろうな。あんまり良くない気がするけど。でも、まあ、まあバナスだろうな。正義のために。何者にも死を。終わったよ。ここでコンフィグレーション来たら やばない。コンフィグレーションからの挑発が出てくるとやばい。まあでもそう、それ以外は OK。 まあな、これは勝つな。最初がちょっといいスタートすぎだな。ちなみにこれカードのドローがないから、あのね、7ターン目、そうだね、7ターン目だな。フェアに行って多分7ターン目か8ターン目ぐらいで勝ってなかったら多分これ終わり。カードドローできません。今回みたいにね、マスター4バトルとインチキソードが両方出たあたりでもう終わりだよね。普通な。ウーザー VS トロール。ドゥームハンマーに刺さる。パラディンのなんていうか2大インチキだから、これ取っとくか。これあると、もし盤面2マナーが出ない事故があった時にこれあると強いんだけど、取っとくか。最悪の事態を避けるために取っとこう。ああ、いいね。ここでメカワーパーが来てくれるといいんだけどな。まあ、ないしは1マナ。はい、インチキソード。求心アリーナ期待のエース、ヘンクリーパー入ってる。そうそう、ヘンクリーパーさんをね、取りました。ヘンちゃん強いからね。アリーナのドロスは弱いとお偉いさんが言ってました。そうなんだ。じゃあいいんだ、これで。でも俺が過去に12勝したデッキは大体なんか俺ドローソース入ってると思うけどな。これどういうトレードが一番おすすめ？おすすめのトレード教えてほしいんだけど。これアージェントフォースライダーとこいつで、両方ぶっ飛ばすっていうのが一番おすすめ？これは。で、多分次のあたり出てくるデカめのやつを、インチキソードで叩き切るかな。それがいいかな。トーントーンして、で、トーンとは残して、まあ、それでいいんじゃないかな。黒人型、ご心配無用。自衛隊が発射ましたぞ。で、きっちりアージェントフォースライダーちゃんを守れる。いいね。エレメント will guide you。出てくる。ちゃんと列に並んでください。そういう系のゴミか。俺のインチキソードには対策になってんな。ほんとアリーナシャーマン増えたね。シャーマン、今シャーマン天国だよ。これインチキソードでこいつぶった切る必要ある？インチキソードする？する必要ないよね。横に並べちゃうか。ここで AOE 来たら俺もさすがの俺もさすがの俺もワロタだけど。怖いものだぜ。ない。太陽。次のターンにインチキソードでいいや。4777強いよな。あれはマジ強い。あれ3枚引いた時あったけど、あのその時何勝、それでも10勝だった。他のカードが。
なんだろう、これ構えに入ったね。あ、構えに入ったと思ったらもう撃ってきた。やるやん。このターンに確実に殺さなきゃいけないけど、どうやって殺そうか。それか2マナで2-4で出してトーンと張る。いやでもこいつがクソ巨大化したらショックだな。これで4-7-7出てきたらマジで鬼だよな。でもトーンと張りたいな。張らなくていいか。でも今張らなくていいのか。だからこのおっさん殺すかどうかだよね。俺無理に殺さなくていいような気がするけどな。でもこいつは殺さなきゃいけねえな。正義のために。これしてトントンすればまあ一応全部除去できるけど、除去いる？このおっさんいるか。うわ、俺のインチキソードが。なんてこと。俺のインチキソードをよくも。パワー充填、トータル起動。魔法ガンキ。謎フェイス。もうカードがねえもんだって。フェイスに行くしかないでしょ。これデッキ軽すぎるよ。もう無理だよ。おっと、もうカードがないもん。俺もあとフェイス行くしかないよこれ。正直生きる限り相手を削っていかないと勝てねえ。ヘンクリーパー来てくれ頼む。ヘンクリーかシルバナス来てくれ。シルバナス来たら強いぞ。あーまずい、まずい。それはまずい。あ、ジニスか。まあまあまあ俺の持ってる中ではでかい方だわ。まずこれは確定プレイ。で次に俺ができるプレーは、できるだけ残したいから、こことここで殴る。あとはフェイス。フェイスしないと勝てねえからな。あー、なんかヤバそうだな。嫌な匂いがするこいつ。雲。おー、なるほど。まあ、無視していくか。当たんなよ。ヘッコラーヘッコラー。どうする、トレードすっか。割と綺麗なトレードはできそうだけど、これとこれでこいつぶっ飛ばして、ジニちゃんで飛ばす。まあ、何点出る、ちなみに。まで点数考えよう。4点、8点、10点、14点。は？ぶっ飛ばすとか言ってる暇ねえよ。フェイスだ、これ。明らかにフェイスだ。それ以外勝てねえ、これもう。長引けば長引くほど俺が不利になるゲームだ。行くしかねえ。それ刺さることってあんの？ちょっとやめてくれ、そういうの。嘘だろ、それアリーナの中でゴミカードじゃねえかよ。なあ、そのゴミカードが刺さっちゃうのは。いいね、そこでそれはまあいいんじゃない？生き残るんじゃないか、お前、それで。そのおかげで。ターンエンド、ターンエンド、ターンエンド、ターンエンド。よし、勝った。
ゃあ15点あったのか。ん違うな、16点か。さてさて、トン、トン。何点？4点、8点、10点、11点、足りない。なんてこった。ただいま剣山。その一方で相手は俺に対して何ができるんだ。ジニーを倒すのにカードねえんだよ。ああ、またこのシュレッダー委員会に怒られる。やばいやばい、シュレッダー委員会に怒られる。この気がしたらまた怒られるな。取り締まられる。すぐ俺取り締まられちゃうんだよね。これでこいつトレードするでしょ、これでこいつトレードするでしょ、これでこれ統一する。もういいよ、よっしゃ、ノーシフェイスや。なんか武器くんだろ、なんか武器来るし、シュレッダーからなんか出てくるから。ヒールポッド2枚取ってるやついるか。でもあ、でも構築はいるか。そういうね、なんかコントロールシャーマンとかってやつでしょ。うん、どうする。ヘンクリーパーさんが来てくれればな。はい、ありがとうございました。そうです、私もよく言われてます、それ。あ、このターンで決まる。でも俺がまだ勝ち筋は何があるかっていうと、考えよう。性別勝ち、クラーケン勝ち、剣勝ち、剣、まあ多分勝ち、ウォーゲン変異体勝ち。だからまあ勝ち手は多分たくさん。おっと、風の力を受け。おお、え、これってリーサルなの。これはあれだね、そうだね、ちょっとびっくりだね。これはあれだね、そこから逆にリーサル取られるんだね気持ちのいいリーサルだったね、今のはね。うん、なるほど、そういうことか。あ、そういうこと。俺ミニオン欲しいけど、まあ3は取っとくか。なんか敷くんじゃないか。まあできれば強化できたらいいけど、聖なる盾。強化できなかったらできなかったで、まあ強えから入れとくか。何トロールデンって。そういうのがあんの？トロールデンって何？あ、これあれだな、並べられるな、俺のうちの。これ出して次のターンこれか。それでもいいな、トロンちゃんに行こうか。メックワーパーシナジーもちょっとあったけど、次のターン剣だろどうせ。ハースストーン、チンプレイ、コープレイまとめるとこ。あ、そうなんだ。じゃあ送っとくわ。あー、叩かないでくれよ、それされるとな。ちょっとテンション下がるわ。おほほっと、先にこれ出せばよかったか。ね、メックパラディン、うちのメックパラディンは強いからね。やばい、もうなんとかしてこのまま序盤を仕切ねえと勝てねえ。嫌な予感するな。なんだメックイエティ、全然問題ありません。はっ、ここでチキンか。チキンがここで来るか。どっちだ？
ここはこれ出してこれで、このまあ2点も多分大事だから、ここでもう使って3人でバカバカしてで1出して、いやでも次のやつでかいやつ来たらな、チキンの方が強いからな、チキン出しとくか。オロウ最強品じゃないよ。そうだね、多分今シャーマンだと思うよ。多分普通にシャーマン強いと思う。怖いものだぞ。起動。正義のために。終わったよ。今一体の凍結か。先陣出して凍結使うか。使わねえな。先陣でターンエンドか。次はられたか。鋭さが足りん。そうか、裏切り警察っていう、そういう話もあったな。でもこれ裏切り警察とこれどっち取るべき。ガン押しよ。あとはガン押し。2枚裏切りを入れないでしょ。2枚裏切りは入れません。大丈夫、心配ない。次のターンインチキソード。お腹かりかね。マジでうぜえな。あ、叩かない。なんで叩かなかったの。今の超救われるんだけど、そいつ叩かないって。正義のためにMCT 警察。 MCT はね、あんま意識してない、そもそも。そもそもでは MCT は意識したことないからいいよ。でも次のターンリーサル出る。4点でしょ。37913リーサル出る。さらにこいつがいるから、こいつ出すメリットある。それこそ MCT 警察捕まるから、これやめとく。これつく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 ってやめとく。いないよ、 MCT はいません。まあ、今こいつを叩かなかった動きが若干怪しかったけど、 MCT はいません。薬を飲む。あ、そういうこと。そういうやつがいるんだ。あの、あれだね、チョコ剤のやつがいたね。そういうね、チョコ剤のやつが出てきても、こいつ無視してもインチキソードで殴っていこうかな。3点、7点、9点、13点、でこいつ無視、10、3点、7点、9点、13点、これインチキソードで、これ凍らせで無視する。いやー、でもディフェンダーオブアーガスが出てきたら泣くしな。アーガス出てきたら俺泣いちゃうよな。泣きたくない、涙は見せたくないんだよ。まあここはセオリー通りインチキソードであれか、殴るか。リンゴ入れ。正義のためには剣山。止まなければ。ここらでナイフの雨ぐらいがさ降ってきて、シャクシャクっといくんじゃない。でアベンジ入って覚醒したミニオンがぶっ飛ばすと。暗殺来た。はい、来ました。はい、仇討ち刺さってフィューン。シルバノスに勝利を注ぐ。はい、交際よ。横に広げる魔力とかパラの母体スペルとか増えたら、モロの315も強すぎた。あ、そうだね。モロの315はめっちゃ見るな。モロの315はめっちゃ見るね。あれ強いもんだって。で、モロの315があって、さらに、これだとインプロージョンがあるじゃん。インプロージョン。あ、インパクトか。インパクトがあるから、強いんだよな。
これでもパラのね、5体出すやつは、まあ、使える時もあるけど、使えない時の方が多い気がするな、あれは。ちょっと5マナが重い。って気がする。なんかこう、なんか典型的なさ、これアリーナパラディンカードだな。これ、典型的なアリーナカード。というか、杖、普通に。典型的な杖アリーナカードだな。もうあのシュレッダーはね、4マナでもね、俺はね、最近ね、取るようにしてる。シュレッダーは、あの一番、世界で一番強いから、シュレッダーはね、あの、マリガンは無視して取る。主は飢えている。飢えてる。飢えてるな、お前。怖い1マナ。おっと、こいつに死んでもらうか、ここで。だってこいつパラディンでしょ。だから、次のターン相手が何をするかっつうと、これは、間違いなく、なんかを出してきてこいつで殴ってバフするんでしょ。だからバフしたやつとも戦えるやつがいないと意味がねえんだよな。ここで出したら絶対そのまま壊されておしまいでしょ。うん、雰囲気的になんかプレッシャー出るか、これにするか。シュレッダーは77とも、あ、そうだね。シュレッダーはね、でも最近ね、ゴミが出るんだ俺、シュレッダーから続けて。ほら、あのレジあるじゃん。新しく出たレジ。あの 50% の確率で相手にあの1枚ドローさせるっていうやつ。知ってる？あの24のスタッツで、あの 50% の確率で相手に。何それ超強えんだけど。あれで出て相手にカードをドローされまくって負けたぞ。あれも一つのトロールプレイだと思うけど。これで武器装備さ、マスターフォーバトル来たらもうコンシードしていいよ、もう。ああ、よし、それでまあトレードできるんだったら、ああ、オッケーオッケー。いいですよ。それはいいですよ。これで次のターンきっちり、もう、アージェントで、パッチン、元気。シュレッダーいなくなって、ポジ続き4マラマジック。そうだね。シュレッダーがだって強すぎるんだもん。ああ、鬱陶しいの来たな。どうしよう。どうしようって言いながら、まあ、答えは決まってんだけど。次のターン、こいつ、状況きれいにできる？できる？私、できる？間違いなくこいつ、21殴ってくるんだよね。で、ウォーゲン変異体がいたら必ず殺せるけど、ウォーゲン変異体とヒロパラは弱すぎる。やってくるし。こっちはなんつってもバナスがいるから。バナスが。いつ出しても杖。どこで出しても杖。You require my assistance. ディッディッディリリリンディンって感じだよ。これとこれ、これとこれやった瞬間に相手はどうするかっていうと、これとこれやると俺これトレードするでしょ。これとこれだったら、間違いなくこれがワンパンこっちで死ぬ。ジに出したらどうなる？ジに出したら相手両方とも殺さざるを得ない。ジににすっか。なんとなく嫌な雰囲気するしな、ジにがいると。殺してくんだろ。で、この、ここのターンで相手がなんかクソでかいので出してきて、遊びに付き合う暇はないわ。遊びに付き合う暇はないわ。遊びに付き合う。ただいま剣山。おーっと。これ取っときたいっていうのも若干あるな。
ボーゲン変異体いるか使えるか4、2です。まあこれ4、これ3点でしょ。で、3点と、まあこれ3、1、2で出しておけば、こいつ死ぬか。遊びに付き合う暇はないわ。やろうかな。で、そしたら次のターンこれ出せるな、多分。遊びに付き合う暇はない。イントネーションも違うんだけど。シルバナスが出てきたらな。何こいつ。ただいま剣山。お前はいつだって強い。インチキソード。これドローさせるのと相手のフェイスに5点ぶち込むのどっちがいいの？それともこいつ叩く？こいつ叩くか。何者にも等しくしよう。相手に1点、1枚ドローいい？オッケーオッケー。正義のために。で次なんか出してきた時にパクってやるわ。お前からでかいの出したら。パクったるからな。漏れなく。ウェイウェイ、でかいの、でかいの出せ。ワーゴーレム出せ。ワーゴーレム、羊、主は飢えている。なんだこいつ。ただいま剣山。優勢だからあえてドローされて、この価値だ。ありがとう。 Thank you 爆発。そうだね、あえてドローさせるのは多分良くないんだろうな。バナスちゃんでわざわざ殴んなくても勝てるんだろうな。相手も、相手は俺以上のなんていうかあれだね、カルカルデッキだったね。こんにちは、シュルバナス、イエス。シュルバナスを引きました。結構ね、デッキ的には強いのが多いと思う。あの、クラーケン、ヘンクリーパー、シュルバナス、ジニーちゃんはね、残念ながら刺さるのが一枚もないんだけど、まあ、シュレッダー、マーロック、まあまあいいんじゃないかなっていう。ブーサー、バーサス、レクサー。レクサー。さすがに先手でシュレッダーはキープできねえかな。どうすっかな。でもな、これよりも軽いのが来るっていう保証はないんだけど、でも可能性を取ってそっちか。でもシュレッダーなんならばシュレッダーは強いからです。クソ強えんだけど、クソ弱え、どうすんだよ。クッソ強えんだけど、クソ弱えわ。困ったなぁ。こんな重たいのばっかり来るかね。ちょっと、ちゃんとさ、最近ね、あの、ブリザードね、あの、デッキの切り方が甘い。ちゃんと切ってくれ。甘いよ、ブリちゃん。頼むよ。ちゃんとデッキ切ってくれよ。これじゃ勝てねえよ。まあでも次のターンこれとこれ出せば一瞬にして 4-3 の戦士が作れるんでしょう。これとこれで身代わり来て 4-3。 おい、一番悪いやつじゃん。ゴミシークレットパラディンの動きなんだけど、ゴミでしかねえこいつは。
甘い。うわー、でもこれ刺さってるな。こうお互いに3だから両方とも殴りたくねえっていう最悪の事態なんだけど最悪の事態なんだけど、アリの疲れから黒塗りのサバンナハイメイに大丈夫だって。あー、マジでムカつくなー。これとこれ刺さりんこしてるな。どうする？俺この43犠牲にできる？それとも先陣ブロック出してくる？先陣ブロックの方がいい気がするんだけど、どう？俺強欲だから先陣ブロックしたいんだけど、いいかな？いいよな。はい、先陣ブロック。シュレッダー先輩いっかんな、そういうことしたら俺のシュレさん出すかんな、そういうやつには。次のターンシルバーナス、次のターンシルバーナス、次のターンフェンクリーパーで、あとは適当に回る騎士でごまかしていく。はい、勝った。これ叩いてこれ叩けばあれだけど、はて、でもマーロックからもしそういうもしのプレイやるから負けんのかな。マーロックから、ま、もしだけど、もしだよ。いや、それ素直にシルバーナスにすっか。これ倒すピョンピョン、あ、いや、シルバーナスでいいわ。遊びに付き合う暇はない。あ、今順番危なかったな。シュレッダーし殺されるところだったわ、危うく。で、次のターン変クリーパーで、その次のターンにいっぱいミニオンが並んだところでターンガンで、もうコンシードしてくんね。爆発するんだろう。もうシルバナスとシュレッダー並んだ時点で俺だったら爆発するよ。この2強が並べたら爆発よ。そら、爆発。面白くねえよ。こいつなんか狙ってんのか。どう思うブロ、こいつなんか狙ってる？1点出るようなやつってあるか。ハンターが1点出るやつあるな。クイックショットだったら、でもどうせどっちみち死ぬ。クイックショットで死ぬ。シルバナス、ここで何もしないで死んでしまうのか。まあ魔力ないだったらな、まあ、どのうち死んだからな、しゃあない。大丈夫、ボードは俺が取ってくから。ツンツンタントゥンタントゥントゥンタントゥントゥン。あー、うぜえわー。まあ俺のヘンクリーパーが殺されるんだけど、マジでうぜえ。ただいま剣山。
マジ？ねえ、それマジなの？君マジそれ？マジなの？ねえ、そこ当てるかな？そこ当てるのはちょっとルール違反じゃない？まあ、厳格なルール違反だと思う、今のそこ当てるのは。厳格なルール違反だ今の。まあ、許さねえぞそんなことばっかりしてると。マジ？さすがの俺も高笑いするわ。考える時間をくだされ。相手のニースポルクが、これ2回使えるんだっけ。あ、いいじゃん、悪くねえよ。今のこのカードが何にもない状況で2回使えるのは決して悪くねえ。ご婦人方、お前も兵隊が恥感じましたぞ。機械、お前も機械。あとはトーンと出して、いやここで待って、ワンちゃん犬の雄たけびみたいなやつやめて。絶対キュオ。オーライ。おお、インチキソードきた。これで終わりじゃない。2、4、6、8、10。はい、インチキ。正義のために。ナイス、インチキ。はいよ、さすがやで、インチキソードさん。いきなりのインチキ。ハンターはさ、トラップも結構やらしいよね。シークレット。フリーズトラップが結構効くよな。俺も前アリーナで、こう相手がコイン投げて、シュレッダー使ってきたんだけどさ、それシュレッダー1枚しか盤面になくて。で、その子が、フリーズトラップで帰ったらもうそのまま爆発したわ。ドカーンって。ああいう展開はあるね。コイン投げて出したのに返されるみたいなね。あれで爆発する。それだけのね、強さがある。フリーズトラップは相当強いと思うな。場合に。まあ場合にもよるか。まあでも強いな。マルフィリオン。自然を守らねばならない。インチキソード来たか。インチキはでもね、持っとくべきカードではないんだわ。ミニオンの方が欲しいからな。これがマスター4バトルだったら話は別なんだけどね。マスター4バトルだったらもう絶対キープ。もう死んでも離さないマスター4バトルは。でも、他じゃなぁ。危ない！で、これで相手が何？ヒロパで殴ってきてそれで終わり？マジで泣くなぁ。そしたら、泣くなぁ。ヒロパで殴られてこの俺の、これがアベンジだったらなぁ、堂々と使うんだけどなぁ。まあいいか、それでも。この一旦相手が何も出せないか。これ相手もしカードがあって、あるのにもかかわらずヒロパだったら、まあ、出す機会を失ったなっていうところあるけど、カード出すのないからしょうがないヒロパで殴ろうみたいなのだったらもう泣くわ。わい。損。ただ単純に損。熱くなってきたぞ。よしよしよし。よかった。コイントスしてこれしてたらなんかすごい悲劇だったな。危うい。危うかった。待てよ。でもこのターンは、俺、もしかすると、コインスローからの、これ、次のターンこれっていう、そういう動きができるね。で、多分こいつ危ないされるから、これだな。この方が良さそうだね。多分こいつそれでヘルス2になる。ヘルス2になったやつが、こいつで殴って倒す。で、次のターンにこれ出す。まあまあ、いいんじゃない。おぉ、ウォーゲンちゃんじゃなくて、これか。これはもしかするとカードだね。ん？これよりもむしろこれこれのセットだね。これでもし3の方にリバシついたら結構強いな。はて。これどうする？怒りのスワイプ来たら。
怒りのスワイプって来たらどうすんだろう。そんなこと言ってる暇ねえな。行こう。これこいつがゴーレム除去してからフェイスへのスワイプ、いいね、気持ちいいな。俺だったらそれするな。ゴーレム除去からのフェイススワイプ、いいね。いいね、来るか、やめてくれ。いいねって言ってるけど心ではいいと思ってねえからな、やめてくれ。強がりだからな、ただの強がりで言ってるだけだから。よし、乗り切ったか。俺のだ、みんな俺のだ。これはどこについてほしいかの問題だよね。どこについてほしいかの問題だ。だから多分ついてほしいのは俺が思うにこいつなんだけど、でもそれをするために両方倒さなきゃいけないじゃん。でも倒すとこいつが出せない。だから先陣にするか、後から後出しの先陣にしようか。3-5一緒か。だからまずこれで死ぬで、こいつはフェイス行くで先陣かかな。死ぬ行く。ちょっとその21をね倒そうという気にはなれない。俺はグリーディーだからな。なんつっても俺グリーディーだ。欲張ってきた。なんか やばそうだな。やめろ。そういうのダメだな。俺が盤面に残していたことが失策になるようなプレイはやめてくれ。どうしたものか。横にミニオン並べようよ。待ち構えてる子がいるんだよ、次は。おお、弱い動きだな。それは弱いね。まあ、ターンエンドでね、殴る必要性が全くねえわ。全く理解できない。非常せよ。MCT やめてよ。MCT は。MCT やめて。MCT、MTC か。MTC だな。マインドテックコントロールやめてくれ。はい、クモさん。トーントがあるからクモさん関係ない。おっと、ウルダ先輩。来てくれましたか。ウルダ先輩が来てくれるなんて嬉しいな。割ってからこいつをクソデカくするっていうのもまあプランとしてはあったけど、まあいいだろう。これはウルダマンもいいな。ウルダマンが気持ちよく仕事ができそうだな。そういうのがあるんだ。それはうざいね。ビーストではないと。さあ、でかいの出てきてくんね。でかいの1匹っていうのが一番いいんだけど、最近流行ってるでしょ、でかいの。特にドリードが俺でかいの持ってると思うんだけどな。8-7-8-8 が来たらいいんだけど、来るんじゃない、そろそろ。タイミングだよね。888。はっちゃん来るんじゃない。どうしたものか。
で、クラーケンフィニッシャーとしても使えるしな。ここででかいの来ないとちょっと。まあまあにサモンにたりだわ、サモンにたり、いわゆるそういうカード、まあ、サモンにたりだな。我らの秘密は盗ませぬぞ。ただいま剣山ブー太陽大逆終わったよ。一応盤面12点でしょ。で誰か死んでもクラーケンちゃんで大丈夫と。これ何点？あ、そうか、これでアベンジもつくのか。超鬱陶しいね。私が許さん。私だって許さん。何があんの？マルチ？お。殴った方がいいのかな。8点10点まあぴったりで倒せんのか。殴るか。私が言います。パスディンゴ入れ。どんだけディンゴしてくんだよ。後半戦に自信あんのか、お前。もしかしてそういうタイプか。ここで来ないか。ディバシにパワー不要。15点いざ。何点で死なないか。ワンオフリーサル。ただいま剣山。なんか絶対に諦めない精神持ってんな。そういうやつに俺があと何を思ってるかっていうのをちゃんと見せてる。こうね、圧勝っていう雰囲気を出したかった。ただどうやりたかった。仇討ちは結構刺さるな。ウーサー vs ウーサー。ゲイリー。我名誉の。はい、ゲイリー。ああ、シュレッダー。シュレッダー先輩は取っておきます。後のカードは帰ります。
もうインチキソードも来た。1ターン目パス、2ターン目で出して、3ターン目シュレッダーからの4ターン目にインチキソードか、まあシールドマスターの先陣どっちかだね多分。まあ1ターン目で仇討ちが来れば完璧、100点クリアな。性別ちゃんか、いいね。怖いものなどないわ。おお、それはアドバンテージ取れるカードだ。おお、ワーパーちゃん来た、ワーパーちゃん来ちゃった。だってこれノーコインでシュレッダー行くわ。じゃあノーコインからのシュレッダー、人生で面白いね。ただいま剣山。まあ、関係ねえな、関係なくシュレッダー。でこれね、もしなんだろうな、横に広げてくるような真似をするんだったら、おっと来た、お前も持ってたインチキソード、みんな大好きインチキソード、いいね、インチキしてく。おー、いいね、シュレッダー仕事しないね、いいね。やることやれって言われたな、そういえば。俺が1社目で働いてた会社で働いてた上司が、上司じゃねえよ、先輩社員、やることやれ、めっちゃ怒られたな。なんか知らない、ふっと思い出したわ、今シュレッダーがシュレッダーもワーパーも散っていったことを思い出したら、今なんかあの散っていった先輩の社員のことを今思い出した。薬を飲む、少し切ない気分。さあここのターンはあのいわゆる反撃のターンだね、できればと思ったけど反撃できないね。コインがあればね、4で2で出したんだけど、コインあると思ったらコインないね、コインがないですね。これ出して、これ出して、これ、これ出して、これ出して、これするとどうなる、これ出して、これ出して、これすると何が予想できる。こいつが絶対これで殴ってくる、こいつは死ぬ、これは23がかかるから、でそうすると、そうしてこれ、これ、うん、これで、そうすると相手は間違いなくまずこいつを殴る、こいつで殴る、死ぬ、強化される。もしこいつ殴ってこなければ、こいつはいいね、これでいいか、大丈夫。これ一応次のターンのコンセクレーションへの、まあ、布石でもある。こいつ殴る、死ぬ、あ、いいね、 OKOK 大丈夫で、コンセクレーションや次のターン。ああ、武器やめろ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 。ズルダマン対戦がいるとか、ズルない、これズルない。出せるカードがあんま、いつだって強い、いつだって3マナ以上のバリューのあるマスター4バトル来た、救世主。揃ってんな。
そしてウェルプレイ、今のはウェルプレイ。セカンドがあるから、そしてなんつってもうちはサードがあるから、サード。でかいミニオンいたら終わりだな。さっきからやられてばっかりやわ。おお、そのフェイス、お前そのフェイスは絶対痛い目見っからな。そういうことやったらお前絶対痛い目見っからな。俺教えてやる。俺がそういうね、あのナメップトレードしたやつは許さない。でもこれであれか、次のターンクラーケンとか飛んでくんのか。いやでもどの道死ぬんだから、多分切るしかないんだな。打った切るしかない。インチキソードセカンドやめろよ、マジで。インチキソードセカンドはちょっとやめてくれ、本当にやめて。インチキソードやめて。なんてこった。クラーケンじゃなくてインチキソードでした。インチキソード強いわ。見事な噛み合いだね。完璧な回答を出され、回答を出され続けたね。でもあとあそこがしのげれば多分勝ったと思うんだけどな。勝てないかな。ヘンクリーパー来ねえし、ヘンクリーパーが来てくれればな。ドルチェを楽しむドルイド。ジーニアス。いいね。高校に入って初めて買った辞書はジーニアスだったな。クソ強いんでそのまま。はい、もうマスター4バトル。はい、もうマスター4バトル安定。もうこれ勝っただろ。もう MOF があるからこっちは。MF。D があるから。よし。やめてくれ。もうこれ以上俺追い詰めないでくれ。精神的に追い詰めないでくれ。なんだそれは。ああ、これが来たんだ、出すわ。シールドアップ、戦闘なんとか。あ、いいね。これが出てくるっていうのはすごくいいわ。相手が 何のシークレット持ってるかっていうのをこれ試せる、素晴らしい。なんだ、うん、アベンジだな。あ、お前ナメプか、お前もしかしてまだ俺これさ、こっからコンセクレーション打たれるような気がしてならねえんだけど、大丈夫？どう思う、どう思う、みんな。コンセクレーションの予感がする。普段だったら俺もここもう脳死プレイのマスター4バトルなんだけど、コンセクレーションの匂いがする。すごく嫌な匂いがする。だから殴る。そうだよね、そこでコンセクレーションだよね。そこまではね、あのさすが、さすがの Y も予想できた。ファックだね。
セカンドアッカナー。でもこっちから今コンセグレーションがどっから出たか見てた？ここから出てきたんだよ。新しく引いた入ってきたカードからコンセグったってことは、でもそれまでの動きはすでにここにありそうな感じの動きをしてたのに、あえてこっちから使ったってのはなんだ、もう一枚あるってことなのか。それが俺不安で今日夜も眠れねえよ。どうする？コンセグレーションセカンド来んのか。これセカンドあり得る？これあり得る話なんだよね多分。あそこの出し方が気になるなと言いつつ、他にやるべきことが思いつかないようになります。バツ印だったらこの席でも死なない。セカンド来るかな。来そうな予感するよね。来たらちょっと悲しいけど、まあ来なきゃ俺の勝ちだな。断定。そうそうそう、左のカード、そうそう、この辺りが怪しい。考える時間をください。コードも1だろ、1だよな。よしダブルいいね。一体何を隠してるんだお前は。教えてくれ、実は何だ。まずこれ叩いて身代わりで、かつこいつにバフつくと何点になるのこれ。7点、防御力だけ見て7点になって、7点俺出せるか。出せる。したがってまず俺は正義のために、まずはお通った。なんやこれは。これが通るだと。いざということは1で復活するやつか。1で復活するやつ、もしくは出た瞬間ヒットポイントが1になる。あ、ヒットポイントが1になる方か。あっ、やられてるやん。あかんやん、読み負けしてるやん。え、俺ミニオン倒してないっけ、あれ以降。あ、違う、そうか、先に出たのこっちか。あ、逆じゃん。あっちゃ、何やってんの。裏目出すぎ。あ、これはあれだな、純粋にプレイスキルの問題だな。あっちゃー、やば。薬を飲むんだ。まあ、OK。おお、秘密は盗ませねえな。そりゃそうよ、秘密は絶対盗ませねえよ。ターンはブルダッチだな。でかいの来るよね。ティリオンでしょ、ティリオン。オグレ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 、ミニミニミニオンで勝負してもらうか。あーってね、この野郎ミニミニミニオンか。うん、わー、ノーグッドプレイだね。いいプレイが一つも存在しないな。でも少なくとも俺はこいつは絶対に許してはいけないから、こいつは倒すでしょう。で、ちゃんちゃん、まず倒すか。まず、倒す。で、バフがつくんだったら、でかいやつにつく方が嬉しいから、先にミニミニたちは死んでもらって、で、ズルダ出す？出さない方がいいよね。俺ズルダここでは出せねえわ。あ、何やってんの？何？ちょっと待って、ちょっと待って、流れで押しちゃった。そいつにつかないでよ。左。あ、出せねえ。ズルダは今出せねえ。クラーケンでバーン、ありうり、ありそう。平等。平等。来たー。ただいま剣山。
平等来た後、ヘンクリーパーが来た。ここでオーバーコミットする？まあオーバーコミットしてもいいのか。ここから西暦、平等かける西暦みたいなの来る？来ねえよ。大丈夫大丈夫、来ねえ来ねえ。シャットダウン！いざ！黙れ、お様だ！ロックオン！まあ次のターン GG だな。あんま合唱しなきゃいけないと思うけどな。あーシークレットに読み負けたけどカードで勝ったな。そうか、4体以上出すとなんか爆発するやつってあるんだよな。そうか、たまにあれ取ってるやついるのか。そうか、それの可能性は考慮してなかったな。するべきなのかな。まあ、まあ、結果論から言ったらするべきなんだろうな。シュンボックって何？我栄を持って戦う。我光を導かん。見てこねえよ。何なんだシュンボックって。1マナで出せるのないからね。まあ、あるか一応2枚。まあでもアベンジ取っとくか。アベンジいいだろ。はい、強い。はい、強いよ。負ける感じしねえな。もう強いだ、ワーパ。安定のワーパ。あー、そういうの使うべきなのかな。難しいよな。パワー充填起動。次のターンヒロパとこれで相手はもう死んでる。多分もうその瞬間に相手も死んでる。はい死んだ。ここはこれ出していけば全部フルボードクリアできるけど、どうなんだろうな。ヒロパ使える、ただでヒロパ使える、やったーっていうのはあるんだよね。そういうのってどうなの。ただでヒロパ使える、やったー。でもその後これがあるんだよな。だからヒロパ使うのは多分悪くない。こいつ多分シールドを破ってくる。で破ったやつで殴り返す。おやおや、ゲームオーバーかな。オーバーコミットでもないし、さあ4点出すのにどういう形がいいんだろう。アージェントフォースライダーはね、地味に使える気がするんだよな。あとあとね、だからここはこれ出してヒロパ。俺もうメックいないでしょ。
いるけど、いるけどいないでしょってことですね。まだいるみたいもいるけど、ミニロボもいるしいるけど、まあ、メックいないっていうふうに仮定して、これと、まあコンセクレーション来てもまあ OK か。笑ってごまかせる、笑って許してレベルだ。指一本触れさせる。ここまで来て AOE がねえってことはもうこれしかねえな。宝剣に名乗りを上げる者はいませーん。ここで多分ね大事なのはね、比較的あのちゃんとしたトレードだと思う。何が怖いってこいつにさなんだっけか、神の祝福みたいなやつ、王の祝福か、あれが刺さると結構痛いんだよね。でもまあ1点ディバシでこいつで受けてもらう、まあいや受けてもらってもいいか。いやーでもな、ここでなグリーディーに行こう。オッケー。その動きをしてもらえればオッケー。うん、十分。おお、届き物だよ。グッまずヒーローパワーを使うことは確定的だから、まずヒーローパワーを使う。ただいま剣山。うん、そしてここのターンはトレードしたい。まず1点出す。でここで一応全体 AOE 対策のためにジニさんを出す。ここにあらずで、まあこいつとこいつでトレードして、これバリュー発揮してるね今回は。ただいま剣山。トントの方が良かったか。いや、そんなことはなかった。まずはヒロパ。これが何だろう。まずこれが起点になるから。しょっぱい結果と。ここから立ち去れ。いざ。無論だとも。お前の剣じゃマイルク。強化してくれたんだな、ありがとうな。まあ最初がいい動きできすぎたね。まあワーパー入ってからのからのからのみたいな、グッドゲームだね。救急車も来てるし、タバシ、金ピカのジェイナじゃねえか。強そうだな。ピカキンジェイナか。
これは良くないな。シュレッダーに頼っていくのが俺の人生だけど、俺の人生はシュレッダー頼りっていうことがあるから、シュレッダーだけ残す。頼む、2マナ来てくれ。来た来た、よし、フルメック構成や、メックパラディンや。強いのやめて。ってことはフレームウェイカーとかないのかな、そういう風なプレイをするっていうのは。どうなんだろう。ヒーロー戦闘体制ドゥイン。ヒロッパで終わり、まあ、それも一つ答えかな。おかしない、それおかしない。これ行きたいとこだったけど作戦変更。相手がおかしいことしてきたんで作戦を変更します。あー、あかんあかんあかん、あかんですよ、あかんですよ、あかんですよ。あー、もうこれ十分コンセグレーション使うに値するね。お前は、うん、お前は死ね、死せよ。もうマナカーブ的に言ってジニさんだよ。ここは上位男の場所にあらず。呪文ないんだよね。でもあるっていうのをちょっと匂わせる。ダスカーには近づく。これ何個でも騙されるかな。バカめ。ほんと明治やらしいよな。そういう攻めができるからな。危ないができるけど、まあまず一体何が俺はもらえるか、パーツを見よう。こう元に戻すやつか、戻られても困るんだわ。ところがね、ヒロもあるからね、トーンと出してもこれ倒されちゃうんだわ。だから明治は強えんだよな。トーンと作戦が効かねえっていう。そうなんだよね、それが強えんだよ。このターンはこれでいい。危ない。次のターン、こいつ凍らせられるから、でシュレッダーで叩き切ると。まあいずれにしろなんか明治の方が有利だな。もうカードねえし俺、ここで終わりだな多分。何勝だっけ、7勝か。ここでシルバナス来るのかな。シルバナス一気でどうにかなる問題じゃない気がするけど、これから43から44が出るみたいな、そういうさ、ミラクルをくれ。そういうミラクル、ミラクル希望。まあ当然だけど、これはピョーンして、ピョーンして、で俺ができることは、あ、また怒られる。やばい、シュレッダー委員会にまた怒られる。本当俺これダメだな、シュレッダー全然気にしてねえな。ポンポーンって投げちゃう。フリーズメージだったんだ。ちょっと振り目はやだな。しかもフレストもあるからね、ちょっと除去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 っていう風にしていかないと。来たこれ、
ここのターンで大事なのは、まあシルバナス絶対出すでしょ。遊びに付き合う暇はない。こいつは対象にならないから、ヒロパも無理、通らない、お前の攻撃は絶対通らないってなるから、俺ができるのは通させないことか。いざ。でもこれでシルバナス使いづらくなったけど、まあまあいいだろう。徐々にやっていこう。シルバナスは徐々に。おお、何これ、シルバナスでもらっていくパターン。これ、おお、もらわせない、もらわせない。出さねえつもり。ここでフレスト来たら詰む。ライン詰む詰む。ソコルトがあるんだ。このリンゴを頭に乗せてくれ。なんつってんの、トログさん、トログさんつってんの。お前の母ちゃんマルク、あたいは健全。ワンチャンキル系8点9点、クラーケンが手元にあったらフェイスいくんだけどな。まあ盤面は、まあ、俺の方が若干勝ってるっぽいから。欲しい。まずい。多分負けた。すごい、うちの前通るな。そんな危険なとこじゃないからね。我が家。安いな、意外と持ってたより安い。うぅー、フェンさん待ってたよ。フェンさん、でこいつ倒されなかったらもう一回戻して、フェンさんパート2ができる。ファック、 TC130 精神変。
テンションめっちゃ上がったのにな。DC130、130ちゃんがいたんだね。ああ。